オジロワシは、高木高かオジロワシ属に分類される鳥類。ユーラシア大陸、デンマーク、日本ユーラシア大陸北部で繁殖し、冬季になると、中華人民共和国に先部、ペルシャ湾周辺に南下し越冬する。東、ヨーロッパや、西アジア、中華人民共和国北東部などでは、周年を生息する。日本では主に元わしが、 当期に北日本に飛来するが、北海道北部及び東部では周年生息する個体もいる。2010年1月に開催された環境省の保護増殖分科会では、北海道内で越冬する個体数は約1700羽という数を示している。また、かつては津島に定期的に飛来する個体がいた。全長70から98センチメートル。 翼会長180から240センチメートル。体重3から7キログラム。全身は褐色の羽毛で覆われている。頭部は泡褐色や炭鉱色の羽毛で覆われる。お墓は12枚で短くややくさび型。お墓の色彩は白い。種小名アルバイシラは白い斧の意で和名や英名と同義。翼の公園は 直線的で非翔時には長方形に見える。なお、同族の大足の方が白い部分が多い。光彩は単光色。くちばしや光子の色彩は単光色。幼鳥は全身が褐色や黒褐色の羽毛で覆われ、上面や下う服に白い斑紋、お歯に褐色の斑紋が入る。また光彩が褐色で、くちばしの色彩が黒い。 成長に伴い全身の反問は消失し、交際やくちばしの色彩は黄色みを帯びる。一家の分類は2016年現在 IOC で採用されている分類に従う。一方で2016年現在、クレメンツチェックリストでは足を認めていない。海岸、河川、湖床などに生息する。単独もしくはペアで生活するが、陶器になると集団で休むこともある。 食性は動物食で魚類、鳥類、哺乳類、動物の死骸などを食べる。羊の幼獣、単調のヒナを襲い食べることもある。水面付近にいる獲物は急降下して捕らえる。繁殖形態は卵生。高木の木の枝や断崖に木の枝を組み合わせた巣を作り、3から4月に1回に2個の卵を産む。主にメスが放卵し、放卵期間は約38日。 ヒナは、孵化してから70から75日で飛翔できるようになり、さらに35から40日後に独立する。生後5から6年で、生成熟し、生後6から7年で成長バネに生え変わる。ヨーロッパでの平均寿命は20年以上とされる。日本では、ハリアエートスワルビキルラとして、特定動物に指定されている。ありがとうございます。